皆様こんにちは。本日は今日15時に決算を発表されたばかりのセレミスホールディングス株式会社の代表取締役社長でいらっしゃいます竹内有様にお越しいただいております。竹内社長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。セレンディップホールディングス株式会社様は銘柄コードは7318、東証グロース市場に上場されている企業です。23年3月期の連結経常利益が前期比 90% を超える増益ということで、かなり強い数字だったと思うんですが、まず決算の数字を見ての率直な竹内社長のお気持ち伺いますでしょうか。はい、今期に関しましては非常に景気の波をですねここ数年受けてきたんですけれども、今期に関しては本当にいい結果で着地したということで、我々経営陣もですね、今までの努力であったりですとか、研鑽してきた結果が実ったというふうに一安心しているところでございます。ありがとうございます。今結果が実ったというふうにおっしゃいましたが、じゃあこの強い数字が維持できるのか、また今のこの強い数字の背景は何なのかということをこの後詳しく伺っていきたいと思うんですが、もしくはセレンディップ様が今回どういう企業なのか初めてという方もいらっしゃるかと思いますので、どういった企業なのか竹内社長教えていただけますでしょうか。はい、私どもの企業なんですけれども、セレンディップホールディングスと申しまして、いわゆる事業承継のプラットフォーム会社でございます。これ具体的な何をやってるかという話なんですけれども、もともとはいわゆるそのコンサルティングサービスを提供していました。企業に対してですねコンサルティングサービスを提供してきたんですが、それがだんだん発展してきまして、事業承継、とりわけ製造業ですね、非常にこう今経営者の高齢化というのが叫ばれていて、そうした経営者がその次の事業承継先に非常に困られているわけですね。で結果として、その受け皿がないというのが一番の問題になっていて、私どもは端的に言うとそういった受け皿になっていこうじゃないかということでございます。ですので私どもの、グループ企業を見ていただけると、いわゆる製造業、ものづくり企業が、ほとんどを占めていて、そうした企業をですね、事業を引き継ぎながら成長さ再成長の、軌道に乗せていくというのが私どものメインのビジネスになっております。ありがとうございます。事業承継という社会問題に、M&A で社会問題の解決、社会へ貢献しながら業績も伸ばしていけるような、そんなビジネスをお持ちのセレンディップ様なんですが、ここからは皆様と一緒に決算短期も見ながらね、決算について詳しく伺っていきたいと思います。まずは今回直近の1月から3月期第4四半期の経常利益も2倍を超えるというかなり大きな増益になっていますが、この増益、すごい強い決算の背景というのはどういった背景があるんでしょうか。そうですね、もともと収益率っていうのはそんなに低い企業ではなかったんですけれども、ここ2、3年ですかね、本当にコロナの影響というのは非常に大きく受けていました。なので、上場前後ですかね、上場前までは良かったんですけど、上場した後がコロナの影響を思いっきり受けていたというのが、ここ直近の決算でございます。で、今期に関しましてはそのコロナの影響というのが徐々に弱まってきて、いわゆる本来の力を取り戻したということが一つで、もう一つが、今までそのコロナ禍においてですね、やっぱりさまざまな経営努力であったり現場の生産性の改善努力というのをしてきた結果というのが、これも含めて結実してきたというのが一番の大きな、好決算の最終的な背景になっているというところです。ありがとうございます。利益率ももともと悪くなかったというふうにおっしゃっていましたが、ただ売上の営業利益率というのもさらにこう良くなっている、改善しているような状況ですが、それはコロナ禍でのそういう筋肉質な経営というコストカットみたいな取り組みによるものなんでしょうか。そうですね、かなりその IT 化であったり自動化であったりですとか、コロナ禍においてやっぱ生産量が落ちるわけですよね。生産量が落ちると実は結構時間ができまして、その時間を後ろ向きな時間ではなくて前向きな時間に当てようという努力をずっとしてきたわけですね。それがいわゆる製造現場における DX であったり、もしくはその自動化ですよね。今まで人が手作業でやってきたものをどんどん自動化していくってことを、行った結果、結果としてその生産性が上がり、結果としてその利益率が上がっていったという話ですね。そこが一番のコロナの
大変きつい状況ではあったんですけれども、そのマイナスの部分をプラスに転じさせたというのが私たちの一つの成果なのかなというふうに思っています。なるほど、ありがとうございます。コロナ禍で生産が効率化したっていうのは、今後も変わらないわけですし、そのコロナ禍の取り組みがここからはアフターコロナで業績はさらにこう乗っかってくるっていうような、そういうイメージでいてよろしいでしょうか。そうですね、もう本当に生産性が上がったというのは、まあ、基本的には、未来永劫続いていくものになりますので、まあ、この筋肉質な 体質にし、代謝を上げたと、企業としての代謝を上げたというのがやっぱり一番の、まあ、本当に良かった部分ですよね。なのでこれは今後も続きますし、生産の量が増えれば増えるほどこの効果も上がっていくというふうに思っていただければと思います。そうなると、このタイミングで知っていただいたのはね、投資家の皆さんにとってプラスなんじゃないかなと思うんですが、それ以外、その筋肉質な体質になっていて、さらにそこにアフターコロナで売り上げ伸びていくよっていうの以外に、御社の成長性としてこういうところを見てほしいみたいなところがあったら教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。まあ、一つはですね、私ども、まあ、その製造業においてはやっぱり製品開発なんですよね。新たな製品開発をしていく、まあ、特に私ども自動車部品業というのが非常に、まあ、その事業のコアを成しているんですけれども、自動車部品業においてはやはり一番の成長ドライバーというのは EV なんですね。まあ、当然今までのガソリン車というのは継続して売れてはいくんですけれども、それに加えてまあ EV というのがまあ新たに発売され、いわゆる電気自動車が発売され、まあ、その電気自動車におけるまあ新しい、まあ我々が提供する製品というのラインナップが増えているというのが一つの成長ドライバーになっていくということ、これが1点ですね。でもう一つがですね、私どもの製品開発で言いますと、まあ、子会社グループ企業に天竜精機という会社があるんですけれども、天竜精機におけるまあ世界初の技術である薄膜伝送炉ですね、非常に薄い伝送炉というのを開発することに成功しました。まあ、これによって、まあ、今後ですね、長期的にはまあ、売上の増加、利益の増加が、まあ、可能になってくるのではないのかというふうに思っているところです。でさらにはですね、私どもそのサービスの部分がございまして、まあ、そこがいわゆるコンサルティングサービスの部分なんですけれども、ここ2年で立ち上げたビジネスなんですが、まあ、ここが、売上というよりもどちらかというと利益に大きく供与していく部分であるというふうに思っているところですね。それはどうしてなんですか。はい、まあ、そうですね、ごめんなさい、今までですね、私どもというのはそのいわゆるプロ経営者サービスというのを自社の子会社のみ、グループ企業のみに提供してきたんですが、これをこの2年前からですね、いわゆるグループ外の企業にコンサルティングサービスとして提供していこうということで始めまして、まあ、売上自体はそんなに大きく増えてはいかないんですけれども、利益率という意味だと非常にこの、いわゆるサービスビジネスというのは利益率が高いものですから、だいたいそうですね、製造業の利益率が3-5%です。で一方でサービス系の、業態の利益率というのはだいたい 20%-30% ぐらいの利益率になりますので、まあ、そうして見たと利益貢献の度数でいうと、このコンサルティングサービス系のビジネスというのが、私どもの第2の柱、製造業以外の柱という意味だと、このサービスの柱というのが、一番大きく成長する部分であるというふうに思っております。ありがとうございます。では最後に、ご視聴の皆様に竹内社長から一言メッセージいただきたいんですが、よろしいでしょうか。そうですね、まあ、冒頭でもお話をさせていただいた通り、今事業承継というのは社会課題になっています。本当に深刻な課題で、結局このバトンタッチがですね、どんどん進まないと、まあ、要は日本の経営者の、まあ、平均年齢というのは今だいたい65歳なんですけど、これが今60、まあ、70歳にどんどん近づいていってるというのが今のリアリティなわけですね。で残念ながらその高齢の経営者が経営している会社というのは業績がなかなか伸びないというのが今の状況です。ですので私どもはそこを解決するために、この M&A 事業承継型 M&A というのをどんどん加速させていきたいと思ってますし、まあ、ぜひ株主の皆様でですね、私どものやってるビジネスを理解していただいた上で、
まあ、できる限り応援をしていただけると、非常にありがたいというふうに思っております。最後にですね、私ども、オンライン決算説明会、についてお知らせしていきたいと思います。私ども、5月16日火曜日の18時よりですね、オンライン形式、ウェビナー形式で、オンライン決済説明会をさせていただきたいと思います。ぜひ、皆様、ご参加いただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。社会課題に取り組んでいるような、そういう銘柄をお探しの方、にそこに成長するっていうところもしっかりウォッチしたいというね、投資家の方には見逃せない銘柄なんじゃないかなというふうに個人的には感じました。ぜひね、今回セレンディップ様気になった方は、決算短信ですとか、あとホームページなんかもご自身で見ていただいて、しっかり企業への理解を深めていただければと思います。それでは、竹内社長、決算当日のお忙しい中、お時間いただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもご視聴いただきまして、ありがとうございました。